桜井誠、前回の都知事選にも出ております。前回の都知事選では18万票いただきまして、今名前が出ている候補者の中では小池百合子に次いで2番目です。小池百合子に続いて2番目の票を取ったのはこの桜井です。にもかかわらずですね、テレビや新聞は完全に無視を決め込んでおります。別にそんなものはどうだっていいんです。テレビや新聞のオールドメディアに頼らないと私は最初から言っております。私が頼るのは皆さん方、そして若い皆さんなんです。若い人たちに呼びかけるんです。え、なんだって、え、年寄り知るか、そんなもの自分で考えろ、うるせえこの野郎、お前降りてこいよ。おい、おっさん、ふざけたことぬかさい。なんだよ、酔っ払いじゃねえよ。なんで文句あるんかい、やれや。おい、いや、なんで急に黙るんだよ。いや、いいんだいいんだ、あんた黙るっておかしいだろうよ。人の演説にね、こいつが今口出したから、だから降りてきたんだろうよ。なめんなよ、選挙公開だね。おい、障害者一級だよ、私は。障害者一級に殴り飛ばしてみんや。バカじゃないか、こいつは。ほら、ああいう人だって。ありがとうございます。